靴下屋チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、カズオです。よろしくお願いします。さて、今日は、靴下屋公式インフルエンサーのマリンちゃんと一緒に動画をお届けしていきたいと思います。マリンちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なんとね、今回、マリンちゃんプロデュースのペチパンツが発売されることが決まりました。イエーイ。すごいね。個人プロデュースの商品は初めてじゃない？初ですよ。こんなことないですよ。靴下屋史上初。はい。で、なんでこれ今回企画しようってなったかっていうと、まあ、マリンちゃん自身ペチパンツ、ペチコート愛用家だったんだけど、うん、なかなか自分の満足できる商品に出会うことはなかったと。そうなんですよ。あれ確かね、休みの日の夜10時とか11時ぐらいだよね。はい。急に LINE 来たんですよ。そう。ペチコートどうすか？何事かと思うじゃん。それはその商品。はい、こちらです。じゃじゃーん。おー。で、このペチパンツ自体にマリンちゃんのこだわりが詰まりに詰まりまくってると。まあ実際じゃあどんなとこにこだわったのかっていうのをちょっとマリンちゃんから教えてもらおうかなと。いっぱいあるんですけど、じゃあ上からいきます。全部いきましょう。上からいきましょう。はい、ウエストのゴム部分ですね。うんうん、ずっと履いてると窮屈だなとか思いがちなんです。とずっと履いてても、うん、あまりこう窮屈さがないけど落ちない。うんうんっていうなんか絶妙なあたりを調節していただきました。なるほどです。あと、まあゴムの幅ですね。ここも細すぎるとこうくるっと内側に入っちゃいますし、太すぎるとその締め付け感が強くなっちゃうので、うんうん、このゴム幅もちょっとこだわりました。 1.5 センチだっけ。 1.5 センチです。 1.5 センチすごいよね。ゴム幅を 1.5 センチでって企画で指示しちゃうんだもんね。いやもう倍にしてるのも入ったんですけど、やっぱ 1.5 が良かったです。あ、なるほどなるほど、はい、あとまあ全体見るとこの色味ですね、うんうん、私のフォロワーさんにアンケートを取ったんですよ、はい、まず、うん、ペチパンツとかで普段使ってて気になるところありますか、はい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 、とか聞いて、それで結構多かったのが結構ババ臭い色味のGパンツが多い。はい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 、確かになと思って。同じこうベージュでもちょっとこうおしゃれっぽく見える、うん、なんかこういうのじゃないですけど、これベージュなの。なんかこう明るいでも透けが一番目立たない、うんうんうん、シャンパンゴールドっぽいというか、そうシャンパンベージュっぽい、すごいなんか色味上品な感じだよね。すごく色味上品な感じですよね。でそこもちょっと気にしたポイントですね。3つ目が縫製している糸たちです、うんうん、この辺の、はい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 、この辺の使ってる糸が、うん、エレガードっていう静電気をこの抑制してくれる糸を使用してもらいました。でももうバチバチじゃないですか。だって椅子から立ち上がるときにこの椅子の縁のところでベチベチッつって。嘘だ。本当に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 すごいのよ。俺自分から電気出てると思ってるもん。やっぱタイツとこの時期は、ね、合わせることがすごくあると思うので、少しでもこれで軽減できたら嬉しいなって思います。はい、4つ目がこの裾の入ってるゴム。これここのゴムっているのって思うじゃないですか、うん、ペチパンツを履く時ってスカートの時だけじゃなくて、うん、パンツの時も履くんですよ。スラックスとか、はい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 、白いボトムスパンツとか、うん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 、の時に履いて、女子事情なんですかね、お手洗いの時、はい、に、まあ、下げてするんですけど、その時に床についちゃうんですね、スラックスとかがストンって落ちて。でこのゴムが入ってると、はい、写真が出たらいいですかね。この辺に出てくるかな。この辺にこういう風にちょっとくるっとまくり上げると安定するので、下げても床に使う、こう衛生的、意外と探すとないんですよ、そういうペチコート。で5つ目は股髪を深めに作ってもらってます。私股髪が深い方がお洋服によってこう合わせやすいんですよね。ちょっと長いのがいいなとか、ピタッと上に合わせて履きたいなっていう方があるし、上下しやすい。そうですそうですそうです。身長もね、いろんな方がいらっしゃるので、背の高さに合わせて調節しやすい方がいいなと思って、うん、股髪は深めにしました。なるほど。あと、それすげえ大事じゃん。ちょっとダダをこねさせていただきました。そうでしたね。はい、はい、おいくらでしたっけ。税込みで2530円です、うん、これ伝わんないかもしれないけど、はい、ここ一番多分作ってる側の人たちが大変だったと思うよね。まあもちろん他社さんを見たらね、1000円台のものとかもあるだろうし、同じぐらいの金額のものも当然あるとは思うんですけど、まあ、今回さっき言ったように、その本当マリンちゃんのこだわり爪に詰め込んだっていう内容を踏まえて、なおこの金額だっていうのが、はい、本当にあの頑張りに頑張った結果だったっていう。はいはい、まあリピートでも買おうって思っていただきやすい価格
習したいなっていうのも思いましたし、あとここ使ってもらえるか分かんないけど、うん、自分でめちゃめちゃ企画してこう要望盛り込んだのに、うん、3000円だったら買いませんってピンってやるからそのぐらいも本当に価格にはめちゃめちゃシビアにしてたよね。そうですね、やっぱりいろんな人に手に取っていただきたいので、うん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 、プチプラのワンピースに合わせるのにそれをワンピースよりめちゃめちゃ高いプチコートを買うかって正直言われるとうんって思ったので、なるほどなるほど、はい、数え切れないぐらいこだわりが詰まった、はい、マリンちゃんプロデュースのペチパンツが発売されるということで、はいはい、もうこの動画がお蔵入りになるぐらい売れてくれたら嬉しい。そうですねもしかしたらマリン企画第2弾とか第3弾とかもあるかもしれないし、他のね靴下や公式インフルエンサー、うん、なっちゃんとかあいりちゃんとか、まあ、その子たちの企画商品が今後出てくるかもしれないんで、この動画を見ててフォローまだしてないんですっていう方がいたら、はい、ぜひ、ね、フォローしていただいて商品の情報を拾ってもらえたらなと思います。お願いします。はいはい、というわけで今回の動画もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画面白かったという方、ためになったという方、マリンちゃんが作ったペチパンツ欲しいと思った方、ぜひチャンネル登録高評価、そして商品の購入までよろしくお願いいたします。お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。